現場浩一郎君。委員長。現場君。おはようございます。現場です。今日は、ロシアによるウクライナ侵攻について最初に取り上げて林外務大臣と、議論する予定でおりましたが、やむを得ない事情で、欠席をされるということでございますので、まず、日米拡大抑止のことについて岸防衛大臣と議論をさせていただければというふうに思います。この拡大抑止でございますけれども、オバマ大統領が2009年に核なき世界というものを提唱をされた。そして現にトマホークなどをですね、廃棄するなどということがあって、とにかく米国の核の傘というものの信頼性を高めていこうということで始まったというふうに承知をしておりますし、現に2010年からスタートして私もその協議の報告などを受けたこともございました。それで、この米国の核の傘、これ日本にとってはいわば命綱のようなものだとも思います。破れ傘にしないためにも信頼性を高めていくという努力が必要だと思いますが、まず、現状どのレベルで具体的にどんな協議が、現在行われているのかということについて、ご説明をいただければと思います。委員長。岸防衛大臣。今委員のご指摘のとおり、我が国を取り巻く安全保障環境非常に厳しいものがあると思いますが、その中で現実に核兵器が存在していることを踏まえれば、核抑止力を含む米国の拡大抑止は我が国にとって不可欠であります。先月の日米首脳会談でも確認されていましたとおり、その信頼性の維持強化のために米国と緊密に協議協力をしていくことが重要であり、日米間では日米拡大抑止協議の場を含めてさまざまなやり取りを行っております。拡大抑止協議においては日米同盟の抑止力を強化する方策について率直な意見交換が行われています。例えば米国側に、からは、米国の抑止政策やこれを裏打ちする能力についての説明を受け、日本からは米国、ごめんなさい、日本側からは米国から提供する拡大抑止の信頼性が維持されることが重要であるということをルール説明をしてまいっております。双方の緊密なやり取りが行われているところでございます。委員長。現場君。はい。ご説明をいただいたんですけど、できればですね、外務防衛当局が出席をされていると思いますけれども、どんな方々が現状は出席されているのか教えていただけますか。防衛省増田防衛政策局長。お答え申し上げます。2010年以降定期的に協議を実施しておりますこの日米拡大抑止協議でございますけれども、日本側のですね、代表は外務省の北米局参事官、そして防衛省の防衛政策局次長でございまして、米側の代表は国防次官補代理核ミサイル防衛政策担当と、それから国務省の軍備管理検証遵守局の次官補代理でございます。委員長。現場君。これあれですか、事務方で結構なんですけれど、外務省は北米局の参事官が責任者で出ていると、これずっとそうですか。防衛省増田防衛政策局長。お答え申し上げます。いわゆる局次長級でやっておりまして、外務省の方は北米局の参事官というふうに承知しております。現場君。
私の記憶だと局長なども出席していたように思いますけれど、まあ、大体そういうレベルで行われているということですね。それで岸防衛大臣、今お話がございましたように日米の首脳会談でより一層緊密に意思疎通をしていくのだと、こういうふうに、首脳同士で決めたわけでありますけれど、これは今行われている日米の拡大抑止協議を、どういうレベルにしていく、具体的にどのようにして緊密な意思疎通を図っていくというお考えなのか、お聞かせをいただければと思います。委員長。岸防衛大臣。我が国の取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中におきまして、米国の拡大抑止の信頼性を維持強化する一層の必要性があると考えております。こうした認識のもとで先月の日米首脳会談において、バイデン大統領から核を含むあらゆる種類の能力によって裏付けられた日米安保条約の下の対日防衛に関する米国のコミットメントが改めて表明されました。両首脳は今後も拡大抑止が揺るぎないものであり続けることを確保するため、日米2プラス2や拡大抑止協議も含めて日米間で一層緊密な意思疎通を行っていくということで一致をしたところでございます。委員長。玄馬君。いわば先ほどご説明がありましたけれど、これまで拡大抑止協議というのは大体事務レベルで局長級、局次長級で行われていたということでありますが、例えばこの間、核抑止、この拡大抑止の議論というのはなかなかですね、閣僚間とかで、あるいは首脳間などで議題になったということはあまりないように思っていて、いわばこれからはそういう核抑止協議、拡大抑止協議というのもしっかりと首脳同士あるいは閣僚同士で話をしますよと、あるいは2プラス2などで議題にしますよと、そういう意味なのかどうかも含めてお答えいただければと思います。岸防衛大臣。拡大抑止協議に参加しているのは外務省および防衛省ですが、閣僚級においても例えば、日首脳会談、それから2プラス2ではこれまで、拡大抑止について、しかるべく議論を行ってきております。本年1月の日米2プラス2においてもまさに、閣僚レベルで、米国の拡大抑止が信頼でき強靭なものであり続けることを確保することが決定的な重要性を確認したというところでございます。いずれにしてもご指摘も踏まえつつ、引き続き米国の拡大抑止の信頼性の維持強化に向けて日米間でしっかりと協議をしてまいります。玄馬君。いわば抑止力のレベルを上げるということを具体的にどうするかということだと思います。ちなみにですね、核共有という議論について、国会でも何度か議題になっているようでございますけれども、この核共有については、岸防衛大臣はどういうお考えでありましょうか。委員長。岸防衛大臣。我が国は非核三原則を堅持しております。核共有、核ニュークリアシェアリングという考え方については、非核三原則と相容れないものがあると思う考えております。委員長。玄馬君。というと改めて確認ですけれども、非核三原則に反するので核共有については反対と、こういうことでございますか。委員長。岸防衛大臣。ニュークリアシェリングはですね、非核三原則を堅持していくということとの関係から認められないというふうに考えております。委員長。玄馬君。2010年に、岡田外務大臣が核の一時的機構を認めないと
日本の安全が守れない、そういう事態にあっては、その時の政権が命運をかけて決断をし、国民に説明をすると、まあ、こういう、まあ、答弁をしたわけでありますが、この立場についてはいかがお考えですか。委員長。岸防衛大臣。先日、岸田総理からもご答弁が予算委員会等でございましたけれども、我が国はこの非核三原則の下で、核シェアリングという考え方については議論しないということでございます。委員長。玄馬君。今、私申し上げたのは、核共有のことではなくて、岡田さんが2010年当時ですね、いわば、有事にあってです、有事にあってはですね、米国の、まあ、いわば核艦船の一時的な寄港を、場合によっては認めうるんだと、時の政権が面をかけて判断するんだと、まあ、こういうことを言ったわけであります。私はそれを支持してますけれど、まあ、これはいわば、非核三原則の持ち込ませずの、まあ、例外を認めたということなんですけれど、と私は解釈しているんですけれど、岸防衛大臣はこのお考えについてはいかがお考えですかということです。委員長。岸防衛大臣。核を持ち込ませずという部分につきましては、非核三原則の一部を構成している要素でありますし、このことはこれまでも我が国として堅持をしてきたことであります。よって、まあ、どのような事態が仮定の事態が起こるかということに基づいてお話をするのは控えますが、やはりこの非核三原則については堅持すべきものと考えております。委員長。玄馬君。これ防衛大臣、政府の中で一度確認をしてもらいたいと思うのですが、まあ、私は先ほど申し上げたように、私の立場は当時の岡田外務大臣の、まあ、有事にあっての一時的寄港は認めうるという立場を支持してます。多分今の日本政府もそういう立場かと思って、念のため確認で答弁を求めたのでありますが、今のお話だと必ずしもそうではないという答弁に聞こえますが、いかがですか。委員長。岸防衛大臣。政府の立場といたしましては、岡田外務大臣の当時の答弁につきましては継承しているわけではございますが、一方で非核三原則につきましても堅持をしているという立場であります。はい、委員長。要は岡田外務大臣の答弁を引き継いでいると、継承していると、他方で非核三原則も堅持すると、まあ、そういう意味ですね。それなら分かるといえば分かるのですが、まあ、よく整理をしておいた方が良いのではないかと思います。で、その上で今日私が実は問題にしたかったのは、この拡大抑止というのを日米でしっかり議論をしてレベルを上げていくためにどうするかということなんです。で、もっと言うと、私たちの国、これ主権の問題なので、関与の仕方をどうするかと、関与のレベルをどうするかということを、まあ、そろそろ考えなきゃいけないんじゃないかという問題意識を私持っています。これもまあ打足かもしれません。ちなみにお聞きしますけど、この岡田外務大臣が答えたような、核の有事の時の一時的な寄港を認めうるということについて、その時はアメリカの、当然これは日米の事前協議の対象ということでよろしいですね。委員長。岸防衛大臣。そのような場合においては、米国との間でも事前協議を行い、そして日本が独立国家として主体的に判断をするということになると思います。委員長。玄馬君。当然そういうことだと私も思っていて、ただご承知のとおり、当時核密約の話が
あって、それがこう有識者委員会で議論されて、どうやらこれまでは核密約があったので、これは抗議の密約があって、まあいわば事前協議をしなくても核の一時的な機構を日本政府は認めるんだっていう、どうも密約があったっていう話が、まあ、あの当時明らかになったわけです。それを今問題にしたいわけじゃないんですけど、やっぱりまあ、そういうことがきっとあったんでしょう。あったんだけれど、やはりしっかりとここは事前協議の対象にすると、アメリカの認識もそういう認識でなければならないと思いますけれど、これについてはいかがですか。防衛省でも結構です。防衛省松田防衛政策局長。お答え申し上げます。まあ、本来であればちょっと外務省の方からですね、ご答弁させていただくことが筋だと思いますけれども、今委員のですねご指摘の点につきましてはですね、現状ではですね非拡散原則を我々は堅持するということになっておりますが、まあ岡田当時のですね外務大臣の答弁にございますように、国際状態が非常に急転してですね、そのような議論もしくは決断をしなきゃいけないと、その時の内閣がですね、さまざまなことを考慮してやっていくということでございますので、今私たちが今の時点でですね、まあ、そのような議論をですね、しているということは私たちとしてちょっと承知しておりません。原爆に。それは承知してないとは思いますけれど、結局これからまああり得るわけです。まあ、核搭載の艦船の問題というのはあるんだけれど、まあ、これからいずれにしても有事において、核が日本に入ってくるということは十分あり得るし、それによってまあある意味核の傘の信頼性というのが高まるという側面もあるわけです。私それを否定しているわけではありません。ただ主権の問題として日本がどこまで、こういった問題に関与するかということを私は問題にしたいんです。で特に事前協議、持ち込みの事前協議よりもむしろもっと一歩進んで、例えば本当に持ち込むことを日本政府が有事のときによしという判断をする場合は、場合あるって言ってるわけですから、場合はその運用とか配備の仕方とかそういうところまでしっかりコミットするのかしないのか、まあ、私はそこまで考えるならするべきだと思っている方ですけれども、それを政治家岸防衛大臣はどういうふうにお考えになられますかと、こういうことです。岸防衛大臣。核持ち込みという仮定の質問、ご質問にお答えはしづらいわけですが、いずれにいたしましても拡大抑止協議につきましては日米間でも、行われております。さまざまなレベルで、平素からも、議論がされているところでございますが、まあ、その中で、しっかりと議論をすべきことであろうというふうに考えております。原爆君。私本当にこの問題気になっていて、例えばアメリカとオーストラリアなどはですね、オーストラリアの政治家なんかとですね議論するとですね、まあ、自分の国の基地とか領域アセットを使うと、アメリカがですね、まあ、その時は使ってももちろんいいんだけれど、情報は共有するということだし、まあ、どういう運用をしているのかということを聞いたらアメリカは必ず答えると、こういう関係にあるというわけです。これ主権の問題なの でやっぱり日本としてもだんだんやはりそういう関係をしっかり築いていかないといけないんじゃないかというふうに思っていて、このことについての、まあ、岸防衛大臣の、まあ、決意、これ政治家としての決意っていうのをお聞きしたいなということです。岸防衛大臣。核の議論につきましては、まあ、さまざまな国で、事情が異なるというふうに考えております。
日米間においても日米同盟の下で各種抑止力をしっかり働かせるということを常に確認をしていくおくことは大変重要だと思いますし、そのための拡大抑止が有効に機能しうるということの裏付けについてもしっかりと確認をしていくことが何より抑止力を働かせることになるのではないかと思います。玄馬君。例えば先ほど申し上げたように、オーストラリアなどはアメリカと情報共有をして運用についても協議をして、そしてその上でアメリカの判断を受け入れる、あるいは一緒に判断する、こういう関係です。やはりこれからそういうことを目指していかなきゃいけないんじゃないかと。この間ある本でですね、日本の外務省でずっとこの問題に関わってきた高見沢さんがですね、書かれていますけれど、日本がそういうことを米国に、提案をするとシャープにリジェクトされると、はっきり書いちゃっているんですね。で、本当にそういうことでいいのかということがやはりあって、ぜひこれは我々政治家がもっとしっかりして一歩踏み込んでいかないといけない大事なテーマなんじゃないかと思いますが、もう一度岸田防衛大臣いかがですか。以上。岸防衛大臣。委員長。岸防衛大臣。この拡大抑止につきましては、大変我が国の抑止力に関わる問題ですので大変重要な観点だと思っております。いずれにしても拡大抑止協議が核抑止力につきましては、いずれにしてもそのための拡大抑止協議があるものと思いますし、その中でしっかりと議論をしていく、そして拡大抑止が有効に機能するということをしっかり確認をしていく、そのことが大事なんだろうというふうに考えております。委員長。玄馬君。ぜひ岸防衛大臣、外務大臣とご相談いただいてですね、これから2プラス2などで拡大抑止の少なくとも言葉は出てくると思うんですけれど、内容、中身についてですね、少し踏み込んで今回議論しようかとかですね、そういうことを外務大臣と相談されてもいいんじゃないかなというふうに思っていて、そういう時期がだんだん来てるんじゃないかというふうに思います。この拡大抑止、信頼性の向上というのは、私も核共有の立場、同じ立場なんですけれど、岸防衛大臣とですね、その代わり、やはり拡大抑止の信頼性を高めるということは大変大事なことなので、一つの提案として申し上げておきたいと思います。残り時間が少なくなっちゃったんですけど、ロシアのウクライナ侵略、侵攻ですけれど、一つはこの制裁効果に対する評価を外務省としてどう判断、評価していますか。外務省、小田原外務副大臣。現場委員にお答え申し上げます。我が国はこれまで G7 の首脳声明などを踏まえまして、厳しい制裁措置を着実かつ速やかに実施しております。各国の制裁措置によって、物価の上昇や外国企業の撤退、操業停止など、ロシア経済へのさまざまな影響が出ていると認識しています。ロシアによるウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺るがす暴挙であります。高い代償が伴うことを示していくことが重要であります。一刻も早くロシアが侵略を止めるよう、またそのためにも制裁の抜け道が生じないようにして、制裁が一層効果的なものになるよう、引き続き G7 をはじめとする国際社会と結束をいたしまして、強固な制裁を講じてまいります。参考までではありますが、2022年のロシアの GDP 成長率、ロシアの経済発展省の発表でマイナス 7.8% 成長、世銀はこれをマイナス 11.2% 成長、IMF はマイナス 8.5% 成長というふうに予測をしております。
すべてが制裁の効果と言い切れるかどうかというのは議論の余地はあると思いますけれども、着実な効果が出ていると認識しております。玄馬君。物流止められて物が入らないというのが大変大きいのかなというふうに私も思っているのですけれど、私もこれお手元にお配りしましたけれど、3月の17日の共同通信の配信記事のインタビューなのですが、もうこれ侵攻直後に実は受けたインタビューだったんですが、私もロシアに代償を払わせなきゃいけないということを当時から言っていて、ですからこれ副大臣ね、戦争をやめさせるだけではダメだと思うんですね。以前もこの場で申し上げたのでありますけれど、やはり相応の代償を払わせないと何が起きるかって言ったら、例えばモルドバの沿ドニエステルもロシア系の住民がいますから、また同じことが繰り返される、停戦になってもですよ。あるいは類似の事案がアジアで、場合によっては違う国によって発生してしまう、そういう可能性もあるわけでありますので、これ相当の覚悟で長期間にわたって経済制裁等を続けて代償を払わせる必要があるというふうに思うのですが、この点についていかがですか。小田原外務副大臣。お答え申し上げます。現場委員が3月17日に福島民報に掲載された、そのコメントの通り、今後の東アジアの平和と秩序維持のためには、この戦争を止めるのみならず、今度こそロシアに相応の代償を払ってもらう必要があるということでありました。この暴挙に対して国際秩序の根幹を守り抜くためにも、こうした暴挙には高い代償を伴うこと、すなわち国際社会が結束して厳しい対ロ制裁措置が課されることを示していく必要がございます。こういった考えのもと、我が国は国際社会と緊密に連携をして迅速に厳しい措置を打ち出しているところであります。具体的にはロシアの政府高官や軍事関係者等に対する制裁、ロシアの銀行に対する資産凍結などを含む金融分野での制裁、輸出入の禁止措置など厳しい制裁措置を実施してきています。また石油のほぼすべてを輸入に頼っている我が国としては、大変厳しい決断でもありましたけれども、 G7 の結束が何よりも重要な時ということもあり、 G7 の首脳声明も踏まえて、ロシア産石油の原則禁輸という措置を取ることにいたしました。引き続きG7 をはじめとする国際社会と結束して強固な制裁を講じていくものであります。委員長。玄馬君。はい、当時のインタビューにも私述べておりますが、ロシアが2014年にクリミアを強制編入した際、欧米が制裁措置を取ったのに対し、日本は足並みを揃えられなかった。当時のオバマ米大統領がロシアに代償を払わせると明言したにもかかわらず、結果が伴うことはなかった。そのことも今回のロシアの行動の一因になったのではないかと、私は当時そう述べております。今も考え変わりません。やはり形ばかりの制裁だったのではないかと。岸田さんは国際法違反に対して高い代償を払わせるとこう言いました。このクリミア併合も国際法違反なはずだけど、形ばかりの制裁で終わったことに対しての、やはり一定の反省は必要だと私は思っていますけれど、これについてはいかがですか。小田原外務副大臣。お答え申し上げます。2014年のロシアによるクリミア、いわゆる併合に対しては、ウクライナの主権と領土、一体性を侵害するものであります。我が国としても対ロ措置を課しました。当時はロシア・ウクライナ間の紛争のさらなる拡大を防止して、事態を平和的に解決することを目指して、我が国を含む国際社会が懸命な外交努力を行っていました。
2回にわたるミンスク合意もそうした努力の一環でありました。当時ロシア、ウクライナ両国に対してさまざまな働きかけや協力を行うことによって緊張緩和に努めました。その中でロシアとは領土問題を解決して平和条約を締結するとの方針のもと、粘り強く平和条約交渉を進めてまいりました。2014年当時も個人団体の資産凍結ですとか、EBRD のロシア向けの新規案件に関する EU と協調した金融分野での対応ですとか、ロシア向けの武器および軍事用途の汎用品の輸出にかかる審査手続きの厳格化など貿易措置も取っておりました。当時の日本政府の対応は振り返って適切だったと考えています。委員長、やはり私は結果として間違えたというふうに思います。つまり、一言で言えば当時北方領土交渉してたということもあってロシア側の立場に配慮しすぎてたと。でそれがやはり、プーチン氏を増長させた面というのは私は否めないと思います。最後に時間がありませんが、この北方領土交渉もこれ私平成30年に読売新聞のインタビューでこう書きました。プーチンの土俵危ない賭けだと、プーチン大統領の土俵に乗ったと、で従来の方針が変わったと、一言で言えば2党の最終決着に舵を切ったと。私も甘かったのは、2党なら、歯舞しこたんなら譲る意識はあるのではないかと私も実は当時思ったのですが、結局4を2にして2を0にしたと、プーチン氏してやったりと、はっきり言えば安倍さんも翻弄されたと。これも結果責任なので外交はですね、それが結果だと思いますけれど、どう評価してますか。小田原外務副大臣。お答え申し上げます。これまでの対ロ外交においてインド太平洋地域の戦略環境が大きく変化しつつある中で、ロシアと安定的な関係を構築することが日本の国益のみならず地域の安定と発展にとっても重要だという考えで取り組んでまいりました。具体的には安倍政権を含め、ロシアとは平和条約締結問題を含む政治経済文化など幅広い分野で日ロ関係全体を国益に資するように発展させるべく、領土問題を解決して平和条約を締結するという方針の下で、これまで粘り強く平和条約交渉を進めてまいりました。このような取り組みは適切であったと考えます。委員長。玄馬君。私ももちろん安保環境が変わって戦略環境が変わったので日ロ関係をかなりですねしっかりと進めた方です。私自身も外交の立場にいたときはですね、ただやはり北方領土交渉の交渉の仕方として、明らかにアプローチを間違えてしまった結果責任というのは私はやはりあるのだろうと思ってますし、これここにも私書きましたけど、リスクをかけて勝負に出た、安倍政権は要は賭けに出て負けたということだと思います。でいつまでも強いロシアが続くかどうかは分からない、10年後20年後は弱いロシアになっているかもしれないと、まさに今の状況がそういう状況じゃないかと、いずれロシアは弱体化していくと、その時こそですね、いわゆる交渉のチャンスだと私は思っています。安倍さんには厳しいかもしれないけど、これしょうがないんです、外交結果なんで。それこそ安倍さんが好きな言葉ですよ、結果だと。政治はですね、まさにその通りだと思います。なかなか慎重個人なですね、元外務事務次官の竹内さんも先だってメディアのインタビューにですね、この安倍さんの交渉を日本の戦後外交史に残る失敗として刻まれることになるかもしれないと、かなり厳しい評価をしています。それが私もそうなんだろうなというふうに思っていて、最後に岸外務大臣、いかがですか、このこと。岸防衛大臣、一言あれば。それでは岸防衛大臣、時間ですので短めにお願いいたします。はい、委員長。岸防衛大臣。私はその立場にはございませんから、責任ある回答をすることはできないと思いますが、
まあ、ロシアとの間にある北方領土交渉については我が国の国益を考えて今後ともですね、しっかり取り組んでまいらねばならないと考えております。はい、現場終わります。ありがとうございました。次に新垣